マミヤさん、いえユイさん、とっても綺麗な声をしてるんだね。はい、うん、今のはいもうすごくいい。もっと聞かせてもらえませんか。少しだけお話をね。満員電車でたまたまそうなったとか言ってましたけど、違います。絶対に意思を持って私のお尻を触ったりつまんだり。悔しかったですよね。わかります。私も以前痴漢を捕まえて駅員に突き出したことがあります。個人的な意見ですが、男というのはちょっとした機会ですぐ痴漢になり下がるんです。なんで俺の顔をじっと見ながら言うの。